どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青木と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。ジェフ・ホワイブロー、ハワード・コリンズやマイケル・トムソンなど多数の強豪選手を輩出してきたイギリスの初期天才的とも言うことができるかもしれない空手家です。11歳から空手を始め、15歳にして体が大きいからという理由で大人と組手を続け、最初期ともいえる1976年に開催された全英選手権大会に若干18歳にして出場し、驚異の3位入賞。さらには翌々年の1978年準優勝、そして1979年には優勝に輝き、これは同じく初出場の第12回全日本空手道選手権大会でわずか17歳にして4位入賞し、その後も連続優勝を続け、全日本大会2連覇、第4回世界大会優勝を成し遂げる風雲児松井明義と肩を並べるにふさわしい実績と言えるでしょう。ちなみにジェフ・ホワイブローはある年の全英選手権大会試合前の試し合いを2回連続で失敗しており、その時は前年の上位入賞者にもかかわらずルール通りに失格となり、自らの力を発揮することなく悔しい思いをしたと語っていることから、もしかしたらそれはその空白の年のことであるのかもしれません。その優勝した1979年、ブロックのようなレンガのようなものを5枚重ね、死闘の一撃で見事に割り、その前夜大会においてはフェイントをかけて隙をついての一瞬の飛び舞いに強烈なローキックで足を効かせて、バランスを崩しての顎への膝蹴りで技を奪い、そして彼の代名詞ともいえる後ろ蹴りで完全なる一本勝ちを奪っている様子が見られます。さらには後に映画界のスーパースターとなり、その年に行われた第2回全世界空手道選手権大会で世界大会2連覇を果たす中村誠と真っ向勝負し、延長に次ぐ延長で追い詰めたリアルアクションスタードルフ・ハンス・ラングレンと激しい打ち合いをしている様子が見られ、お互い下突き、そしてラングレンが膝蹴り、ホワイブローが飛び技を放ち、互角の展開が繰り広げられます。さすがに身長差があり、ラングレンの膝が顔面をかすめ、何度か場外へ押し出されますが、しかしホワイブローも一歩も引かず、連打にすぐ連打で応戦、最後は手数、ボディへのダメージが見られ、顔面の飛び回し入りが決まる。若干21歳にしてまさしく英国代表として、ジェフ・ホワイブローは1979年11月23日から25日に開催された第2回全世界空手道選手権大会に挑みます。非常に鋭く高い前蹴りを連発し、その高い飛び横蹴りのボタスコードは3メートルにも及ぶのかもしれません。まあ実際わかりませんけど、188センチ76キロという恵まれた体格にして、鋭く途切れることのない素早い動き、その戦い序盤戦をベテランであるというコロンビアのプレッシャーに対して、ジェフ・ホワイブローは冷静に右下段回し入れの連発からの左ハイキックで距離を、右下段を引かせてからの右後ろ回し入れからの左後ろ蹴りのカウンター、そして相手の左後ろ回し蹴りをかわして、大技を放った直後の硬直を狙って鮮やかすぎる後ろ蹴り一戦、一撃必殺見事だ。そして3回戦終盤戦、いやこの大会のハイライトの一つともいえる試合が繰り広げられます。アメリカのチャック・チズム VS イギリスのジェフ・ホワイブロー。チャック・チズムはアメリカのウィリー・ウィリアムスに続くともいえる男、その彼とイギリスのチャンピオン、当時ブリテンの騎士と言われていたジェフ・ホワイブローとの決戦。戦いはチズムがアップライトでリズムを刻み、ジェフ・ホワイブローが広いスタンスで迎え撃つ形、
チャックチズムがパンチ連打から回し蹴りで攻め込みます。それにジェフ・ホワイブローは得意の後ろ蹴りで応戦、先制、そしてカウンターで用います。チャックチズムの回し蹴りに対して前蹴りで合わせ、さらに後ろ回し蹴りをこめかみ、連対直線、連打対一撃。しかし接近戦になり、パンチの打ち合いとなると、まさしく鉄拳の様相を持つチャックチズムに対して分が悪くなります。しかしその中でも華麗な後ろ蹴り、さらには小前蹴りを顔面にぶち当てます。合わせて合わせてチャンスを持ち、後ろ回し蹴り一戦、再三延長、パンチの連打、下突きが効きますが、一瞬の隙をついて投げ飛ばし、連打に巻き込まれながらも、なんとまさかの縦回転の胴回し回転に衝撃。後に空手革命家塚本典親が編み出し、繰り出す前に、確かにその蹴り方原理こそ違うものの、この発想を浮かべ実行していた男がいたのか。確かに即答ボトル、倒しはしましたが、ダメージというわけではなく巻き込んだ形、ポイントはおそらくほとんどなかったのではないでしょう。残念ながらパンチ、つまりは空手家の命である聖剣、下突きの威力の差でジェフ・ホワイブローは敗れました。しかしそこで会場の皆に与えたインパクトは決して小さいものではなかったでしょう。その後ジェフ・ホワイブローは1980年の全英大会重量級で3位入賞し、1981年11月14日15日に行われた第13回全日本空手選手権大会出場。しかしそこで1回戦、その大会ベスト16、そして次の大会で第3回世界大会にてウィリー・ウィリアムスを破る田原敬三を倒してベスト8入りを果たす、脇内ともに敗れます。その時のインタビューで、イギリスは極真空手の圧倒的な強さと組織の熱いつながりを野蛮だと評して兵糧攻めに戦闘している人が多い。しかしそれは弱者が強い者に抱く嫉妬に過ぎないと、わざわざ日本まで訪れ一回戦負けを喫したとは思えないような爽やかな笑顔を残しました。そんなジェフ・ホワイブローでしたが、話によるとあまり若いうちからハードな組み手をしたため、24歳でドクターストップがかかったといいます。なるほど、その後も上位入賞者に彼の名前がないのはそういうこと、残念この上ないと考えていたと。1989年の全英大会中量級の部の優勝者に彼の名前を見せ、その当時彼は30歳ではないのかと考えた。複雑なものと同時に胸に込み上げてくるものを思いました。1984年、当時25歳児のエポトニー、ジェフはもう試合には出場しませんが、2人の生徒を世界大会に送り込みました。指導員としても立派です。ただ強いだけではなく、礼儀もきちんとしており、相変わらず好感が持てる。スティーブ・シアンの補助をしながら若手指導員のトップに立って極真空手の普及に活躍しています。そしてその育てた弟子というのが、イギリスの古評マイケル・トンプソンとリーブ・フリークス。マイケル・トンプソンは優に及ばず、ヨーロッパ選手権を何度も優勝し、第3回世界大会で世界大会2連覇の中村のことを延長5回まで追い詰め、第4回世界大会4位、さらに後に K1 でも活躍することになる偉大なる選手。そしてディブ・ウリーブスは第3回世界大会にてベスト16まで進出し、そこでアメリカの前回大会である第2回を含め連続のベスト16に進出しているギャリー・クルゼビッツと戦い、延長の果てに3対2の判定で破りベスト8に入賞し、ある意味では師匠の雪辱を晴らした結果となりました。選手としても指導員としてもイギリスの最前線で活躍し続け、偉大なる足跡を残し、その武道精神、軍着の技術なども磨
見せつけた男、ブリテンの騎士シェフホワイブ、まさしく現在の極真の根幹、礎を築いた男として彼の名は広く称えられるべきと言えるかもしれません。私はこれからもそのような名選手、名指導員、名武道家、そう呼びにふさわしい男を皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございます。